続いてタンゴです。ガラッと雰囲気が変わりましてですね、非常にスピーディーで迫力のあるタンゴですね。このカップタンゴ非常にいいですね。私大好きですね。以前には日本人は非常にタンゴに向いていると言われてたんですよね。ですからタンゴを非常に得意とした選手が非常に多かったですけども、この選手のタンゴも非常にいいですよね。またこの選手のタンゴを見てタンゴをまた力入れようっていう選手が増えてくるかもしれませんね。そうですね。